伊藤忠米記念館初代、伊藤忠米から1903年7月8日は、日本の商人、実業家。伊藤中正治、丸紅という二つの大手総合商社を創業し、多角的経営によって、伊藤忠財閥を形成した。初代伊藤米は、五代目伊藤長米の次男として生まれた。成果は、暮れない町の野豪で、耳つけ物という繊維品の小売りをし、また一。 二丁の伝授を自作する手作りの地主でもあった。伊藤家は、この初代、伊藤忠兵と兄の六代目、伊藤長兵が、大御子東の犬上郡甲羅号、八目村で、安政五年五月に、大宮座部類の持ち下り所を開業し、境や奇襲に行商したのに始まる。伊藤忠も丸紅も、この年を創業年としている。兄の長兵は、国元で仕入れにあたり、後に、 博多新川橋で伊藤長兵商店を開業した。弟の中兵は明治5年1月に大阪本町2丁目に五福、太物店をはじめ、紅中と称して、麻狂い、奥織物、関東織物を取り扱った。この二つが合併、分割を繰り返して、現在の伊藤中、丸紅につながっている。紅中は開店と同時に、店法を定め、 利益三分主義を取った。これは、店の純利益は本家を納め、本店積立金、店員配当には勝ち、これを五、三、二の配分率にして、三つ割り銀といった。店員への配当を割くことによって、勤労意欲を喚起したもので、これは伝統的な大見商法によったものである。また中米は、新州の信仰に厚く、津村別院へ熱心に通い、商売は、 母殺の号と,といて、多数の人材を育て、財産を分かつことを、商売繁盛の本堂としていた。明治18年には、老いの外目哲次郎と組合組織で、伊藤外目組を設立し、神戸に事務所を置いて、自家貿易を始めた。明治26年には、安土町二丁目で、面子卸商の伊藤糸店ができて、面子も取り扱う。明治29年には、 日東合司会社を作り、中国麺の輸入と日本麺紙の輸出にあたる。晩年には、郷土の豊里村の村長も務めた。明治27年に、兄の長兵衛が死去。そして、明治36年7月8日に中兵衛は、妻の別邸で死去した。満六十歳没。家督は17歳の次男の聖一が、相続、二代目、伊藤中兵衛を襲名した。 ありがとうございます。